女優の池上季実子さん。70年代から90年代にかけて、独特の憂いのある表情と大人の色気で、多くのファンを魅了し続けた、日本が誇る大女優ですが、聞くところによれば、その半生は波乱万丈だったといいます。一体何があったのか、気になったので調べてみることに。池上季実子さん、本名、臼井季実子さん、1959年生まれの61歳。ニューヨークはマンハッタンで生を受け、父と母と弟の4人家族だそうです。帰国子女だったのは意外な感じですが、というのも、池上季実子さん、エリート商社マンの父の仕事の関係で、3歳までをニューヨークマンハッタンで過ごし、帰国後、小さい頃は母方の祖父の家で育ったそうです。そこは京都市内の吉田神社の近くで、和風庭園が3つもある屋敷だったそうです。母親は他でもない人間国宝で歌舞伎役者の8代目坂東三津五郎の次女という由緒ある梨園のお嬢様でしたから、池上季実子さんも何不自由ないお嬢様育ちだとばかり思っていたのですが、全くそんなことはなかったそうです。ご両親は池上さんが小学校卒業後に別居して結局は離婚されているのだそうです。ですから中学、高校は東京で、母と弟と3人で暮らすことになったのですが、その離婚の原因は父親だったらしく、もともとエリート商社マンの父親は後に退職し、プラスチック部品の塗装工場を起こしたのですが、経営がうまくいかず、金銭トラブルも絶えず、その上、梨園のお嬢さんを嫁にしたプレッシャーからなのか、家では傲慢で DV 気質があったことが、離婚の原因だと言われています。しかも、その矛先は少なからず、池上さんに向けられることもあって、些細なことで怒鳴り散らし、手をかけられたのだとか。例えば灰皿に吸い殻が2本溜まった時点で灰皿を変えていないことに腹を立てたり、夕食で肉を2つ続けて食べようとしただけで、お前はダメな人間だ、何か問題があればお前が悪いと思え、ととんでもない理由をつけて深夜まで延々と説教したのだとか。3歳の時には幼稚園のお受験の勉強で積み木の数が数えられないだけで怒鳴られて頭を叩かれたりしたんだとか。これではただのストレスの吐け口ですよね。しかし驚くことに、その光景を目の当たりにしても、母親は父親が怖くて娘をかばうことは一切なかったそうです。その上、梨園の出だからか、母親は弟ばかり可愛がっていたそうです。だから池上さんは、自分は愛されてないんだと思うようになって、友達にはよく自分のことを、私は橋の下で拾われてきたんだ、と言っていたほどだとか。こんな境遇で育ったために、自分一人で食べていかないといけない、と早くからそう思っていたと言います。せめてもの救いは、母方の祖父の8代目坂東三津五郎さんが溺愛してくれたことや、叔父の9代目坂東三津五郎をはじめ、いとこの5代目坂東八十助などはお兄ちゃんと呼ぶほど可愛がってくれたことなんだとか。そんな池上季実子さんが芸能界に入ったきっかけとは、やはり血筋なのでしょうか。ひょんなことからそのチャンスが訪れることになります。中学2年生の時、5代目八十助主演の NHK 少年ドラマシリーズ兄弟の収録の見学に訪れた際、スタジオ内でプロデューサーから、次のドラマの主役とかやってみない？とまさかの声がかかることに。普通なら躊躇するでしょうが、はい、やります、と池上さんは即答したそうです。なぜそうしたのかというと、これでしばらく食べていけると思ったからだと言います。が、それ以上に、その後、
1974年 NHK の少年ドラマシリーズ幻のペンフレンドでデビューした頃には、人に認められるのがただ嬉しかったというのが正直な気持ちだったのだとか、父親との関係が逆にそう思わせたのかもしれませんね。実はその時プロデューサーは八十助さんのいとこだと知らなかったそうです。池上喜美子さんも当時のご自身を振り返って、影のある子供だったと述懐していますが、当時から憂いを帯びた表情で大人びた雰囲気の存在感は際立っていたんですね。卒業した堀越学園高校の同級生には岡田奈々さんや森まさ子さん、岩崎宏美さんなどがいましたが、アイドル全盛時代の中ではまさに異色の存在だった池上喜美子さん。その人気を不動のものにしたのが、同年梶原一騎原作のドラマ純愛さんが愛と誠の早乙女愛の役でした。この時に女優としてのいろはを叩き込まれたそうです。それ以降は数多くのドラマや映画に出演。 NHK 大河ドラマ草燃えるでのエキセントリックな演技が評価されるや、1984年映画陽気楼で第7回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。1989年映画花の乱でも第12回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞するなど、特に80年代後半から90年代前半が全盛期だった池上喜美子さん。その後は2時間ドラマを中心に活躍。科捜研の女等に出演、銭の捜査官西金子では主役を務めています。舞台のほか写真集も出し、歌手としても4枚のシングルをリリースしています。芸能人としてできることはほぼほぼやってきた感じの池上さん。気になる結婚はというと、人気絶頂期の1985年に10歳年上の古美術商の男性と結婚され、一女を設けますが、すれ違いの末またしても夫の暴力の兆候を目の当たりにして、自身の子供時代の記憶がよみがえり、わずか3年後離婚に踏み切ったのだそうです。その後も外科医の男性と事実婚となるも破局。映画「陽気楼」で演じた役外で、恋多き女としていろいろと書き立てられたこともありましたが、それでもシングルマザーとして娘さんを女で一つで育ててきたのだとか。ちょうど娘さんが小学校受験の頃、池上さんが32歳の時、大きなチャンスが訪れます。実はハリウッドからのオファーがあったのです。プロデューサーがニューヨークから3度も訪ねてきて、この役は君しか得ないとまで言われた時に、逆に池上さんはこれは神様に試されているな、そう思ったのだとか。結局子供との関係を優先し断念したという池上喜美子さん、結果的にはそれでよかったと今では思ってるのだとか。これも自身の辛い幼児体験があったから決断できたとも後日言っています。しかしそれだけでなく、他にもあることがきっかけで苦しめられ続けたことがあるのだとか。それは1987年の旅番組の撮影でカナダを訪れていた時に、乗っていた馬車が暴走し自動車と衝突。その衝撃により池上喜美子さんは地上6階建ての建物が真横に見えるというほどの勢いで吹き飛ばされ、石畳に激しく叩きつけられます。幸い痛みはあるものの異常なしと診断されますが、その後も痛みは消えないまま1年後突然首が動かなくなり、病院で検査を受けたところ、首の骨などがずれたまま固まり神経を圧迫していたことが判明。全身打撲の後遺症と診断され、現在もその影響で痛みを感じたり、足が象のようにむくんでしまうようになったといいます。
太ったと言われるのは、この後遺症のためだと言います。しかし、この事故は公表されず、事故の補償は一切受けていないそうです。なぜかというと、ある気づきがあったからだと言います。父の DV による親子関係の崩壊に始まって、結婚、離婚、後遺症、娘との関係、すべての経験には意味があった、と思えるようになったのだとか、厳しかった父や、冷たかった母のことも、父は愛情がないわけではないんです。両親の離婚が決まって、母と東京に向かう日、父は電車のドアが閉まった瞬間、ホームで泣き崩れてしまったのです。父はただ、かたくなで、不器用で、愛情表現の方法がわからないのでしょう。母も、子供の頃は許せなかった。大嫌いでした。今考えると、父は、すぐに手や足が出る人で、私たちだけではなくて、母もそれを受けていたし、逆らえなかったのだろうと思います。生活力があって、一人で働いて、子供を育てていくような、強さを持った女性ではなかったし、時代も今とは違う。そんな風に思えるように、現在は母親とは和解したそうですが、それでも父親とは何度か和解しようとしましたが、やはり子供の頃のままのトラウマが、たびたび蘇ってくるそうです。それでも、ここまで許すことができるのは、池上喜美子さんの持って生まれた、器の大きさとは言えないでしょうか。そんな池上さんの活躍を見る機会が少なくなっている理由に関して、彼女は14歳でデビューしてから仕事と子育てに追われてきて、これまでできなかったことをやったり、女優としても楽しんでいきたいからだそうです。そうすることができるのも、いろんな苦労にめげずにやってきたことへの神様からのご褒美なのかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？池上喜美子さんにそんなことがあったとは知りませんでした。調べていくうちに、あの絵も言われぬ寂しげな表情の源泉はそこだったのかと、なんだか悲しくなってしまうものがありました。しかし、人の人生の価値ってやはり自分で高めていくものなんだなと、彼女の反省を見てそう感じました。これからもずっと応援しています。それではまた次回お会いしましょう。